ちは。カラワン散歩の時間です。今日はじゃじゃじゃん、唐津市役所にやってきました。それではカラワンくん行ってみよう。カラワンくん、新庁舎になってとても綺麗だね。カラワンくんは何度も来たことある？じゃあ今日はカラワンくんにも案内してもらいたいなと思ってるんだけども、カラワンくん、そういえば防災ラジオって知ってる？わかんない。そっか、唐津市で防災ラジオがあるんだって、防災ラジオを利用している人から使ってみてよかったよって話を聞いたの。私も防災ラジオについて知らないことばかりだから、今日は防災ラジオについて勉強してみない？じゃあ防災ラジオについて危機管理防災課で教えてもらおうよ。じゃあそれではカラワンくん案内してくれる？そういえばカラワンくん、たくさんついてるね。国スポ、全勝スポで高校生が作ってくれたんだってね。すごいね、かわいいね、カラワンくんね。あと国スポ、全勝スポまで612日だって。ね、楽しみだね、これからね。それでは危機管理防災課に行ってみようよ。じゃあカラワンくん案内してください。このエレベーターに乗ったらいいんだね。危機管理防災課は、どこかな。あ、3階なんだね。ありがとう。それではじゃあエレベーターに乗って3階まで行ってみようよ。カラワンくんお願いします。はい、じゃあエレベーター乗ってみようね。エレベーターも見てみて、カラワンくん、パネル表示が大きいよ、ね、とっても優しいユニバーサルデザインのエレベーターだね。それでは今から3階まで上がっています。とても静かなエレベーターだね。3階に到着したね。では行ってみよう。カラワンくん、どっちかな。こちらですか、はい、じゃあカラワンくん案内してください。あ、こっちこっち、あ、案内上手だね。 あちこちにカラワンくんがいるね、嬉しいね。こっち、はい、ありがとうございます。あ、カラワンくん案内係とっても上手。カラワンくんは何度も来たことあるの？そうなんだ。じゃあもうバッチリだね、カラワンくんね。危機管理防災課だね。こんにちは。こんにちは、危機管理防災課の松本です。今日は防災ラジオについて教えていただきたいと思います。はい、いいですよ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは松本さん、はい、防災ラジオについて教えていただけますか？はい、まずこちらが標準型の防災ラジオです。で、こちらが、障害をお持ちの方などにお配りをしてます、文字付きのラジオです。カラワンくん、防災ラジオ初めて見たね。松本さん、この防災ラジオって、はい、どんな情報が聞けるんですか？はい、大雨や、台風などの災害時において、市からの避難情報、避難指示などの避難情報を聞くことができます。また消防本部から、地域の火災の情報も聞くことができます。災害以外には市役所または市民センターからのお知らせも聞くことができます。防災ラジオってすごいんだね、カラワンくん。松本さん、はい、防災ラジオっていうので普段はラジオとしても聞けるんですか？はい、
普段から FM ラジオとして活用ができます。このボタンを押していただくと、すでに選曲してある FM ラジオを聞くことができます。カラワン君、このラジオすごいね。でも松本さん、 FM ラジオが聞けない場所ってありますよね。はい、防災ラジオも聞くことができるんですか？はい、防災ラジオが使用している電波は昔のポケットベルの、電波を使用しています。 FM ラジオの電波とは異なりますので、現在唐津市内であればほとんどの場所で、防災情報を聞くことができます。ただし電子レンジやテレビなどの、電波を発信する機器の近くに置かれますと、聞こえない場合がありますので、少し離れた場所に置いていただければと思います。松本さん、はい、今聞いた防災ラジオの活用の以外に他に活用の方法ってあるんですか？はい、地区によって異なりますが、地区によって資源物の回収とか、あとは、地区の集会とか、老人クラブのグランドゴルフのご案内とか、地区によって、異なりますが、様々な活用をしていただいてます。すごいね、地域のことがこの防災ラジオでも分かるんだね。ね、すごくありがたいね。松本さん、はい、ぜひカラバン君も私たちも防災ラジオを利用したいんですけども、どうしたらいいんですか？はい、危機管理防災課またはお近くの市民センターに申請書を提出していただけるだけです。ただし、鎮西地区、肥前地区、七山地区、玄海原子力発電所の半径10キロ圏内にお住まいの唐津地区の皆様は対象外となります。ありがとうございます。カラワン君、防災ラジオってとっても大切だね。カラワン君も申し込まなきゃ。松本さん、よろしくお願いします。はい、はい、ではカラワン君も書いてみましょうか。はい、どうぞ。これでいいですか？はい、では、申請受け付けさせていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。カラオ君、よかったね。防災ラジオが届くよ。今日お聞きして防災ラジオが通常のラジオ放送以外にも災害時に役に立つ情報を備えたラジオのことだと知ることができて本当によかったです。多くの方に知っていただき、自宅で利用してもらいたいと思います。私も含めてスマートフォンがあればと考えている方もいらっしゃると思いますが、災害時はインターネットがつながらないことも珍しくありません。被災地は迅速で的確な情報収集が必要不可欠になるため、テレビやインターネットが使えないということが万が一の事態に考慮して、この防災ラジオを1台は用意しておくと良いですね。今日は本当に松本さん、ありがとうございました。勉強になりました。今回のカラワン散歩は危機管理防災課で防災ラジオについて学びました。ありがとうございました。